楽天地は大分県別府市にある遊園地である。株式会社楽天地が運営している。別府市内を一望できる立石山中腹にあり、平野部からケーブルカーで移動して入園する。名称の楽天地は楽天地の意味である。1950年から続いているイベントアヒルの競争が名物となっている。一日数回模様され、 一着を的中すると景品が送られる。楽天地のある乙津原は、別府温泉の中心ルカワから、まっすぐに伸びるルカワ通りの終点に位置し、古くは、文国後国主語大友氏初代当主、大友義直が、鎌倉の鶴岡八幡宮を勘定した、八幡田朝神社の社地があったところで、別府八景や大分百景にも選ばれるほど景色が、よく、 春は桜やツツジの名所としても知られている。園内には小規模な動物園や別府湾を展望できる温泉施設も設けられている。ケーブルカー2009年の楽天地へのリニューアルに合わせて犬猫型に模様替えされた。1903年から現在の楽天地の敷地内にはコーヒーの中、ね、銀行石を産出する鉱山が創業していた。 校内には創業当初から温泉が湧き出しており、校内の熱気に耐えながら創業を続けていた。しかし、今までよりも高温な温泉が湧き出し、校内環境が悪化したことから1916年9月に創業を中止した。その後、1923年に再開を図ったものの、温泉の枯渇を恐れた地域住民の反対等により果たせなかった。 そこで残った敷地と温泉を有効活用する目的で遊園地の設立が起とされ開園した。別府ワンダーラ天ク地時代の入り口別府、ワンダーラ天ク地時代のケーブルカー奥にフラワー観覧車が見える当園は2003年11月に経営不振から遊具メーカーの岡本製作所に譲渡され2004年3月に別府ワンダーラ天ク地としてリニューアルオープンした。 その際、ゾウ、キリン、北極グマ、カバなどの大型動物やペンギンなどは各地の動物へに譲渡された。2008年に入ると、岡本製作所は再度の経営不振を理由に8月末での撤退を表明したが、同年8月18日までに大分県大分市に本社を置く九州観光ホームグループへの事業譲渡が合意され、 同年9月以降も営業は継続されることになった。この際、延命は別府国際観光時代の名称、別府ケーブル楽天地に戻すと報じられた。その後、上都先の新会社が国土交通省からケーブルカーの営業認可を受ける必要があるとの理由で、岡本製作所は11月末までの運営継続を表明したが、 11月になって、九州観光ホームへの譲渡話は頓んざしたことが判明。遊園地は11月末で休園した。岡本製作所は他社への売却交渉を続けるほか、スポンサーを募って自社で営業を再開することも検討しており、閉園することはないとしていたが、2009年1月31日にゴールデンウィーク前に自社運営で営業を再開することを発表。 再開にあたっては、園内南側の遊具を撤去して、芝やハーブなどを植えた広場を設けるとともに、足湯、苺狩りなどの体験施設を整備する計画であると、された。2009年3月12日には、改修工事の遅れや、各エリアの改修を段階的に行うのではなく一括、してオープンする計画としたことから、営業再開が、同年7月20日頃になると発表されていたが、 6月23日に別府市役所で行われた記者会見においてオープンは7月18日と発表され本年の開園80周年を機に原点に立ち返る意味から名称をワンダー楽天地から楽天地に戻すことも発表されたまた2004年に大幅削減されていた動物の飼育展示のうちマゼランペンギンが復活し7月1日には 神戸市立スマ海浜水族園から到着した。2018年4月には地元でガソリンスタンドなどを展開する西石油グループが6月上旬をめどに岡本製作所から事業譲渡を受ける予定であることを公表。岡本製作所は6月1日に楽天地の事業を株式会社楽天地に会社分割し、株式会社楽天地は西石油グループに 事業上とされた。ケーブルカーから見た別府市内ジェットコースター。ありがとうございます。